皆さんこんにちは。不動産テクコンサルタントの牧口です。このチャンネルではですね、不動産業界だったり不動産テク業界の最新事情やビジネスモデルについて解説をしています。今日はですね、宣伝じゃないんですけど、不動産テックネタということでですね、私が理事を務める不動産テック協会っていうところがあるんですが、ここは一体何をやってる協会なのかということを説明していきたいなというふうに思っております。最近の大きなネタで言うとですね、不動産テックカンファレンス2019をやったり、7月にはですね、フィンテック協会や新経済連盟との合同勉強会を開催してですね、結構大きなイベントとかもやってます。その中でお問い合わせが非常に多くなってまして、一体何やってるのとかって聞かれることが非常に多いんですね。なのでそのための説明の動画です。で、不動産テック協会はですね、2018年の9月に設立をして、ようやく1年を迎える一般社団法人になってます。で、代表理事はリマールの赤木さんだったり、ダイヤモンドメディアの武井さんですね。で、私も理事の末席務めさせていただいてます。で、顧問にはですね、野村不動産アーバネットの榎本副社長だったり、東急住宅リースの北川社長、あと日本大学の中川先生だったり、桜事務所の長島さんなどですね、そうそうたる方々にご就任いただいて、ご協力いただいています。さて、テック業界の活動内容なんですけど、不動産カオスマップの発表で多くのメディアから取材を受けてますので、この動画を見ていらっしゃる方は、不動産カオスマップ作ってるところなのかなぐらいのイメージはお持ちだと思います。もちろんそれもですね、不動産テック市場の研究の一環ということで協会活動として定期的に更新をしているんですが、その他にもですね、様々な活動をしています。で、ご興味あればですね、ぜひご参加いただきたいということですね。で、不動産テック協会は大きく分けて5つの部会を行っていて、月に1度はですね、いずれかの部会の研究発表だったりワークショップ交流会、そういったものを開催しています。で、この5つが、何をやってるかということをですね、順にお話ししていきます。まず部会の名称として、業界マップ部会、情報化 IoT 部会、流通部会、不動産金融部会、あと海外連携部会、この5つですね、こういう構成になっていて、理事のメンバーはですね、いずれかの部会を担当して運営していくっていう決まりになっています。で、私が担当しているのは、情報化 IoT 部会と、海外連携部会ですね。で、また今後、6つ目の部会としてですね、不動産取引電子化部会っていうのが立ち上がる予定なんですが、そちらも担当していくことになっています。じゃあまずそれぞれですね、部会の説明なんですけど、業界マップ部会、こちらがカオスマップ作ってるところですね。NTT データ研の川戸さんと、リマールの赤木さん、あとコラビットの浅見さんを中心にですね、定期的に工事作業を、大変ですけど行っていただいています。で、カオスマップ作成の過程でですね、不動産テックのベンチャーの情報が、協会にどんどん入ってくるわけですね。なので今どういう会社が立ち上がっているとか、どういうベンチャー企業はどういうサービスやってるのかとか、その強みは一体何なのかみたいなことが、協会に情報として集まってきますので、そういったところをですね、会員企業様などに共有させていただいたり、導入などのアドバイスみたいなものに、させていただいています。次はですね、私が担当している情報化 IoT 部会ですね。こちらダイヤモンドメディアの岡村さんと一緒にやっています。こちらはですね、不動産データの利活用を中心に研究協議しているところですね。なので、データの利活用なので、国土交通省だけではなくてですね、産業データ連携ということで今力を入れている経済産業省とかにもですね、定期的にディスカッションなどをしていてですね、その他にも、他団体ですね、日環境だったりデータ流通推進協議会、そういったところともですね、定期的にコミュニケーションをして、不動産データの収集の方法だったり、そのルールの策定、あとユースケースの検討ワークショップ、そういったことを行っていて、定期的に勉強会とかをしています。また IoT 関連だとですね、ライナフの滝沢さんと一緒にイベントの登壇とかもしたりしていますので、こういった情報、不動産データ周りはですね、こちらの情報化部会の担当になっています。で、流通部会ですね、こちらダイヤモンドメディアの武井さんが中心にやられていますが、これよく聞かれるんですけど、物件流通の話なのかデータ流通の話なのかということで、結構曖昧なんですけど、もともとはですね、物件の流通に関する問題提起だったり、講演が中心だったんですけど、最近はですね、その流通を加速させるための契約手続きの迅速化ですね、つまり電子契約みたいな話が議論されていて、そっちのボリュームが結構大きくなってきたので、今度はそれを切り出してですね、不動産取引電子化部会ということを立ち上げる予定になっています。こちらは私も担当して参加していく予定になっています。次は不動産金融部会ですね。クラウドファンディングだったり、不動産特定共同事業法といった法律周りを中心にですね、協議しています。ですので、金融バタのズーの市村さんだとか、弁護士の落合先生や小口先生を中心に、あとはリマールの赤木さんなども参加してですね、研究協議を進めていただいています。この部会は法律周りのことが多いので、弁護士の先生方と共に、協会としてパブリックコメントとかを出したり、そういった関連の省庁ですね、との交渉だったり、そういったところも定期的に行っています。
で、最後が、海外連携部会ですね。海外の不動産テックの、最新事情を、分析したり、研究したりっていう、そういう部会になっています。こちら私とリマールの赤木さんって、主にやっているんですが、ここで集めた海外の事例だとかをですね、元にビジネスモデルとかを整理して、日本でもどういうようなことができないかだとか、そういったことを、研究したり、報告したり、登壇したりということで、対応させていただいています。今、こうしたですね、協会の活動ですね、イベントは、その度に企画して運営してみたいなことをやってるわけですが、非常に盛り上がってきてまして、多くの方々が不動産テックに興味を持っていただいてるんだなってことを日々実感してます。また、そのテック業界の界隈の中でもですね、新たなサービスとかももうどんどん出てきてるんですね。なので、今度また、カオスマップの第5番ということを一応リリースする予定になってはいるんですが、350を超えるですね、不動産テックプレイヤーみたいなものが、リストックされててですね、そこの情報整理だとか、交通整理みたいなことを、協会としてはやっていこうかなというふうに思ってます。大企業が不動産テックをどう活用していくかっていう目線と、あとは不動産テックプレイヤー同士がどう連携していくかっていう相互のですね、交通整理を行っていくのが、協会の役目かなというふうに思っておりますので、そこら辺、省庁とかの関連だったり、他団体との協議だったり、そういったことをですね、検証しながらですね、連携を進めさせていただきたいなというふうに思っています。おかげさまで結構本当に大変でですね、各部会で、結構担当被ってるんですね。私も3つぐらい部会担当してるんですが、人手足りないんで、ぜひですね、不動産テック協会の運営に興味ある方はですね、ご参加いただいたりしていただきたいなというふうに思っております。で、こうした、協会の活動ですね、理事、顧問は全部当然みんなボランティアですね、手弁当でやってます。それぞれ目的違うかもしれませんけど、なんでやるか、なんで手弁当でまでベンチャー経営しながら手弁当で、こんなめんどくさいことやるかっていうと、私の場合は情報ですね、情報のハブになっていくことができるので、それを自分の知見だったりビジネスだったり活用していきたいっていう意図でやってます。で、こうした苦労して集めたり分析した情報とかネタをこうして動画とかで無料で発信してるんですけど、なんで無料でやってるのかって話ですよね。で、私別に情報商材屋さんじゃないので、情報そのもの、情報単体にそんなに価値は高いとは私自身は思ってないんですね。で、誰もが、誰でも手間を惜しまずに調べれば、その情報にアクセスすることができるので、情報単体にはですね、そんなに付加価値はないかなと私は思ってます。私にとって重要なのは情報を整理して分析するっていうことですね。それ自体がノウハウになっていって、テックコンサルタントとして経験につながっているかなというふうに思えて、こうした情報は無料で出させていただいています。なので非常にうちの会社だったらテックをどうやって活用したらいいのとかってお問い合わせも多いので、そういったところが自分たちのビジネスにつながればなというふうに考えています。今日はですね、不動産テック協会の活動の内容をお伝えしましたが、こうした情報だったり分析の考え方みたいなものはですね、今後も無料で動画で発信していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。